近僕チャンネルようこそ始まりました。はい。ドライヤー大丈夫です。ちょうどドライヤーが始まりました。今日はですね、はい、僕の部屋じゃなく、お、はい、珍しい、はい、今日もあの僕さんとの雑談をカメラに収めるという回です。お酒飲まないですよ。まあ、ちょっと僕が最近漠然と考えてるというか、はい、僕さんに今度聞いてみようと思ったことがあるんですけど、最近あの日本のトップファイターが海外で活躍してる選手が増えてきて、はい、平選手、中村輪也選手、鶴谷玲選手、うん、最近だとね、朝倉海選手が大臣か UFC でっていうことになります。時事ネタを取り上げるようになった。そういうことです。で、まあ、ボクさんといえばなんですけど、日本と海外でしっかりキャリアをそれぞれ積まれてたと思うので、日本と海外で戦う違いというか、どっちがいいんですかというか、まあ、メリット、デメリットがあると思うので、なんかその辺をちょっと経験者の僕さんに教えてほしいなと思って、話題を持ってまあ、何回かこういう話題になったと思うんですけど、はい、チケット売らないのが楽っすよね。あ、海外、そう。なるほど。そういうのとか。日本だとどうしてもそれは決まるという話なんですね。そうそうそう、海外は本当に関係ない、ね、関係ないじゃないですか。まあまあそうです ね、自分で売れないです、うん、だからまあ日本も関係ないっちゃ関係ないんだけどね。うん、だけどまあまだそういうのやんないとっていうところもあるじゃないですか、はい、手売り、はい、ね。あとはやっぱ北米とかだったら時差ボケとかじゃないですか。ああ、なるほど、ね、鳴らすまで時間かかったり、うん、まあ、あとはまあそれぞれでキャリアを積む選手いるじゃないですか、うん、まあ、やっぱトップリーグに行くのもキャリアになるじゃないですか、はい、UFC とか、はい、ね、北米メジャー団体みたいな、そこを一発いっとけば帰ってきて潰し効くみたいな、うん、なるほど。海外で実績をつけるっていうことが、そうそう、まあ、選手のステータスを上げるっていうのもありますよね、うんうん、やっぱちょっと格が違うじゃないですか。まあそうですね。元 UFC ファイターと、うん、元ワンファイターと、うん、ね。奥さん、ワンで将来ないと。やっぱ格がね、ちょっと。まあ奥さんもワンとベルトを引っ提げて、うん、キャリア後期の日本で過ごされてましたけど、海外だともう当たり前に外国人選手が多いじゃないですか。そこに関してはどうなんでしょう。基本アウェイじゃないですか。うん、相手は多分現地系の選手も多いでしょうし、まあアウェーの方がやりやすかったりする人いるんじゃないですか、やっぱし。それはどういう心理です か、プレッシャーがないっていうか、ね、応援してが終わっても親身になって応援してくれる人いたら気になっちゃうみたいな。ああ、なるほど。じゃあ裸一貫で戦いに行く方が、ね、あったぐらいがちょうどいいっていうか、あんまり。まあ、みんなが大声援とかだったら話は変わるだろうけど、ホームの方がそれはいいに決まってるけど、あんま大声援とかってそうやっても僕に対して大声援ないんだ。そんなことないですね。じゃあ僕さん的にはそのワンでバンバン試合やってる時はメンタル的には結構、まあ試合に集中はできるかも。おお、なるほど。あとはなんかそのプロモーションからの評価の出方みたいなところっていうと、日本だとやっぱり記者会見の立ち振る舞いだとか、日々の SNS だとか、そういうのが結構選手の評価に直結するとこあるじゃないですか。海外でなかなかそういうのないじゃないですか。まあでも結局ファイトで見せないとね、行き詰まっちゃうんで、まあそこは一緒じゃないですかね、やっぱ。あとはまあ単純に海外、みんな日本でやりたいと思うんですけど、はい、じゃあなんで海外ってだったら、やっぱそうステータスだったり、うん、単純にファイトマネーが良かったり、うん、っていうのがでかいんじゃないですか、うん、で一発当てた時のリターンがでかいっていう、ね、日本でだって、ね、スーパースターでもあっち行って自分の力証明したら、うん、桁が変わってくるじゃないですか、うん、そうですね。まあそこだけだと思うんですけどね。じゃあボクさんが今まあこのノーフェイスジムでトカルファイターを育ててると思うんですけど、今後プロ選手が出てきたりとかした時に、もちろん選手本人の意向があるんでしょうけど、海外も日本も知ってるボクさん的にはなんかどういうキャリア積んだら
いいと思うよみたいな。まあだからあっちから声かかるってのはもうある程度こっちで勝っていかないとそういう状況になんないんで、うん、ってことで、まあ、出れる状況まで行かないそう、まあ、いきなり海外上げたらいいですよね。いや僕はちょっとアマシュっていうよりも UFC なんでつってシェンテンさんバカ野郎ってなっちゃうじゃないですか。まあそれはそうですよね。そうそう、だからまあ選べないところから選べるとこまではちょっと行ってもらいたいですよね、うん、選べるってなったら条件がいいところに行くのは当たり前で、うん、ただその条件の中に、まあ減量、まあ、移動だったり減量だったり、ね、地域のああいうのが出てくると時差だったり総合的に見て、うん、ああこっちの方がいいあっちの方がいいっていうのは各自だ、うん、つってもみんな行くからやっぱお金とかでかいんじゃないですか、うん、ただ日本のああいうメジャーとか出てたらスポンサーつきますけどね、つきやすくはなるんで、だからそこら辺でみんなこう調整してるじゃないですか、うん、UFC とかはもうああいうパンツにスポンサーとか載せられないじゃないですか、うん、結構海外多いじゃないですか、多くなってきたじゃん、はい、バナーもダメとかってなったら、うんそうそうそう、ね、ってなってくるといろいろこう天秤にかけてしたらやっぱ話題性があるやつがいっぱい稼いだり、結局エンタメなんでね。まあまあそうですね。そう、はい、なるほど。なんか僕も日本のプロモーションも海外のプロモーションも見てるんで両方思いますよね。例えば日本で活躍する選手が海外でどうなのか見ないし、確かに逆に海外で戦ってるまあ、平選手とさっき言った選手ですけど、例えば和田選手とか上久保選手とかが日本でやったらどうなるか、うん、両方見たいくなりますよね。だからじゃどういう人が海外に浮いてると思うってありますか。その人間性のメンタルのところでいいですけど、ファイトスタイルでいいですし、いるよね、たまにあっち行って調子いいみたいな、うん、あっち行って調子悪いって人もいるし、そう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 いうなんだろうね。あのワンで戦ってる勢は日本で見たいって思いますけどね、うん、和田選手、若松君、うん、まあ、特に軽量級の選手多い、うん、あんま興味なさそうに見えますよね、うん、国内が。確かにあれは何なんですかね。まあ一周 したってのもあるし、単純にやっぱまあワンもファイトマネーいいんでね、うん、ファイトマネーとって感じじゃないですか、うん、まあ、あとは田中道則選手、ヤシャボー選手、うん、安藤達也、うん、あんまり日本興味なさそうな、ね、確かになんか分からないですけどね、まあ、その、そういう時期あるんじゃないですか、やっぱ俺はって、うん、メジャーで北米でっていうなんかあそこで勝たないとちょっと本物じゃねえみたいな、国内にこびる気ねえぞ、そうそうそう、そういう雰囲気は感じますよ ね。その思考も俺はかっこいいと思うんですけど、うん、ボクさん、じゃ最後にボクさん の、 そのキャリアの中では一番なんかやりやすかったり楽しかったり自分としては良かったなって思う時期はいつどこに流すときですか。どうなんだろうね、うん、もう ずっと試合ない時とかもあったんで、うん、1年オファーなかったり、ワンの途中でパンプラス取ってたんですよね。そうそうそう、1年なかったから、まあ何がいいってないですけど、まあ、ライジンつったってもう負けちゃったからね、最後だけだし、ね、でもライジンにボクさんが出たのもなんかすごいなんか観客席にして嬉しかったですよね、幻でしょ、ね、なんかあこんな日が来るんだみたいな、あの中継で見てたんだよね、ボクさんの試合一瞬一瞬で終わったけど、いやいやいや、レギュラー参戦してね、ちょっと定着させてタピオカ屋でもやろうと思ったんですよ。そうだったんですか、ゴール。ちょっとやんなくてよかったっすね、よかった、今でも。まあ、スッと答えが出る話題じゃないことを分かりながら、うん、議題として提示させてもらったので、あれやろうよ、今度あの討論会やる、討論会、討論会、なんか議題持ってきてもらって、いいですよ、じゃあゲスト誰か呼んで、ゲストベーカーの夏、あーいいね、バーボー選手、はははは
そうだね、マホルと混ぜるの危険ですよ、僕は。そうね、討論でやりますから、いやの岡田流渡り。あ、じゃあ、マホルも呼ぼう。いやー、やりますか。めちゃくちゃになりそうですね。めちゃくちゃになるよ。あと誰呼ぶかな、めちゃくちゃになりそうな。そこに、誰呼んだらめちゃくちゃになるんだろうな。ゴミ高ぬ。個性強すぎますよ、それは。その選手たちが集まったら、どこの相性も良くなってる。どこも良くないでしょ、これ。やめましょう。マジ喧嘩始まっちゃう。やめましょう。やめましょう。わかりました。ちょっとまた、ね、話題提供させていただきたいと思いますので、okay. お付き合いください。よろしくお願いします。コメントなんですね、こんなこと食べてくださいってなれば、いいね、はい、喋れる話ならば喋れる話しましょう、はい、じゃあ本日は ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。